任泉は中華人民共和国の男優、投資家、経営者。本名は任振泉。黒竜江省父春市出身。1975年3月4日、黒竜江省父春市で生まれる。1993年に上海戯劇学院に入学した。1994年にテレビドラマ、一路投稿でデビュー。2000年、恵比寿秋外監督の少年法制展では、周勝と共に主役を演じ最高の評価を得た。同年の砥瀬天使弱的下では、李小璐と共演した。同年には、一脚抵抗山で、劉福生役として主演した。2002年、恩水康原作、蔡大鳥健、潘東、王、響守監督の名捕新関東で、四大名捕の冷血役を演じる。2009年に、映画、孔子の教えに、眼科医役で出演し、第19回近景百花映画祭、最優秀主演男優賞にノミネートされた。2010年、ザミスシンワニー・ダーチュアン役で出演。2011年、旧パレス時をかける救助に、夢の中の妖精帝役で友情出演。2012年、金勲の武侠小説、笑い号高校を脚色したドラマ、月下の恋歌笑い号高校で、丹青生役を演じた。2016年、小説、秋麗鉱山の張家口をもとにした、テレビドラマ、秋麗伝、美しき賢、奇才と帝の紡ぐ愛にも出演した。2014年に、李氷氷と黄暁明と共同で、熱から1号火鍋店を設立し、共同で風投げ会社、Star VC を創立した。ありがとうございます。